スとファーブに会える。好奇心旺盛で想像力が自慢のフィニアスとちょっぴり無口でものづくりの天才ファーブ。何してるの？水星に僕たちの顔を彫るんだ。動物の気持ちの翻訳機作ったんだ。テレポーターを作った。火星へようこそ。フィニアス！二人の発明で退屈な毎日を抜け出そう。海の生き物水族館、今日はこれで決まりだ。フィニアスとファーブ。